ラウリ・ビルタネンはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックで2個の銅メダルを獲得した。長距離種目の選手として1932年のロサンゼルスオリンピックに出場した。5000メートル走では14分44秒0の記録でフィンランドのラウリ・レーティネン、アメリカのラルフ・ヒルに次いで銅メダルを獲得した。 1>, 1万メートル走でも30分35秒0の記録でポーランドのヤヌスクソチンスキー、フィンランドのボル、マリーンソイコールホロに次いで銅メダルを獲得した。この大会ではマラソンにも出場したが途中で棄権している。オリンピック以外の主要大会では1934年に開催された第1回ヨーロッパ。 陸上競技選手権大会の5000メートル走で4位になった経験がある。なお、彼の弟であるエノビルタネンは、1936年ベルリンオリンピックのレスリンググレコローマンスタイルウエルター9で銅メダルを獲得している。AB ラッセビティン、スポーツレファレンス LLC。2020年8月25日閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス。 サマーゲームズ、メンズ 5000m2010 年12月31日閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス。サマーゲームズ、メンズ1万 m2010 年12月31日閲覧。アスレチックスアットザ1932ロサンゼルス。サマーゲームズ。メンズマラソン2010年12月31日。閲覧。レスリングアットザ1936ベルリンサマー。 ゲームズ、メンズウェルターウェイト、グレコローマン2010年12月31日、閲覧。ありがとうございます。